Thank you.
ここに見えています図は、私が自分にとっての修行の中心に据えているナーダ・アヌサンダーナン、内なる音の成長行、静かに聞き入る行を説明するためのものなんですが、すべての現象、まあこれを普通は我が世界と言っていますが、その現象は現象源であるセルフ、真実在セルフから出てくるわけです。この逆さまに描かれていますハートの上の方がちょっと開いていますよね。これはフルダヤ・グランティ、ハートの結節と言われて、そこから現象が流出するということを意味しています。この現象源、真実在セルフ、あるいはハート、フルダヤの極微光、ごく小さな小さな割れ目、隙間から人間レベルではまず私という思いが出てきます。アイ、あるいはアハン、サンスクリットで言いますとアハンです。それがすぐに私の前に転変して、そうして人間はすぐ thinking、考え事を始めます。またいろいろな感受作用をして感情を抱きます。そうしてそれらの活動を行う心ですね、で自分の体とか、それから外の世界を知覚認識するわけです。これはラマナ・マハルシが異常のことを説明した図解で、これがハートですね。そうして心と感覚器官があって、外の世界、我が世界を知覚認識するということで、このラマナ・マハルシの教えに従って描かれたこのランプみたいなもの、これを私がこのようにセルフだけがあるという逆さハートで表現したわけです。で、ここから私、私の心、体、我が世界が流出、あるいは展開するのならば、現象源、真実在セルフから流出、あるいは漏れてくる振動、バイブレーションというものがあるわけです。それが音として知覚される場合もあれば、光として知覚される場合もありますが、私にとっては常時確認できるのは音、サンスクリットではナーダと言っています。ナーダオンという場合もありますけれども、そのナーダに自分の意識、あるいは聴覚意識を集中することによって、私の thinking、 考え事から自由になるという修行法が私にとってはかなり簡単に、どういう場所であれ
いつでもどこでも実行できる修行法、サーダナの一つなんですね。もし、そういうことをしないで、私の考え事にふけってしまうと、ここに奇妙な絵が描かれていますが、目玉があって、頭があって、そうして黒いハートから、黒いハートには記憶がいっぱい詰まっています。そこから考え事が出てきて、五重袋、五の重い袋が自分の首を絞めるということになってしまうんですよ。そうして我が世界と自分の心との関係で悩んで、ストレスが過重になったり、人によっては自殺したり、自殺の前に人を殺したいということで他殺して自殺を遂げるというような人たちもいるわけですね。まあ、こちらも同じような説明なんですが、ハートから私という思い、ハートはこの逆さハートで書かれています。ハートから人間の心臓が出て、体があって、頭があって、そこで私の考え事はぐるぐる回しの遠心力で飛び出して我が世界と絡んでしまうということで、趣旨は同じです。そういうことから自由になった聖者の中の極めつけの聖賢であるラマナ・マハルシ、ハートと一如のラマナ・マハルシのようになるためには、私たちは動物的本能である性欲から意識を上げていって、性人間、男性人間、女性人間ではなく、まともな人間になって、社会の中で人間として生きるだけではなく、社会の刷り込みから自由になる方向への存在として、人間、社会の枠組みの中でだけ考え行動するのではない、人間へと意識を、脊髄脳を上昇していって、最後には自分意識、私という思いである観念を打破して、ラマナ・マハルシのような一者になる、解脱者になるということのために、先ほど説明しました、このハートから漏れてくるかすかな音に自分の意識を潜らせていくという、ナーダーナ・サンダーナム、ナーダ成長行を私は日々の修行にしているわけなんですね。こちらも逆さハートに安住すれば、アーナンダ、幸福 100% として、ラマナ・マハルシのような境地に、セルフアバイダンス、真実在安住の至福三昧に浸れるということなんですが、それを妨げるのが my thinking なんですね。それでこの心臓で代表される肉体意識で my world、 我が世界を近く認識するのから、意識を逆転させて、エコー変焼させて、 no mindノーティンキング、無心無我、無思考状態を保持できるような意識の変容を行う。それが私にとってのナーダ・アヌサンダーナム、ナーダ成長行なんですね。そこにしか幸福 100%、アーナンダはない。
とラマナ・マハルシに限らず下脱された聖剣型は教えてくれているわけです。この我が世界で平和を実現しようと思っても、我が世界というのはバトルの場ですから、そんなところに平和、完全な弱木、至福、なる平和、シャンティはありえないということをまず知的に理解しないといけないですね。まあそれを知らずに下脱したと自称多少する人たちがですね、まあイニシエーションと称して高額な料金を要求して世界平和のために使うんだからというような活動をしている人たちもいて、そういう用銀用銀たちの講習会に参加したりイニシエーションを受けるということで行ってみた人たちから時折ですね、複数の方々からあれこれ相談を受けるんですが、平和というのは我が世界にはありません、平和シャーンティ、あるいはアーナンダ、至福、幸福 100% というのは私という観念が発生する元の真実在セルフ、それをラマナ・マハルシは愛じゃなく、愛ではなく、愛愛、現象現、愛愛と言っておられますので、私は現象現、私私、愛愛と表記説明することが多いんですね。そこにしかないので、この我が世界の方にですね、五重袋を自分の首絞め袋を抱えたまま出かけていって講習に参加しようが、いろいろな修行トレーニングを受けようが、それは幸福 100% の方向への旅ではありません。旅はそうではなく、自分の内へ内へとエコー変象遡っていって、私の考え事の母体である私という観念、基本的な観念、それを打破する、自分意識の発見と解消、ヨーガスートラの一章の二節に書いてあります。ヨーガはチッタブルッティニローダハ、私心の活動終始である。つまり私意識、自分意識の発見、それに気づいて解消することなので、歯が破る我という観念、歯がとも言われていますね。そうすればセルフだけがあるという永遠至福の状態に浸って、ラマナ・マハルシのような完璧な下脱者になれるわけですね。